悪い悪い。お気に入りのシャツが悪いね、そのが。Hello, someone, saya, okaji. 皆さんは謝罪の言葉の使い分けができていますか？その場面に合った適切な謝罪ができていなかったら、会社で怒られたり、冒頭のおかじのようになったりするかもしれません。今回は日本語の謝罪の言葉をテーマにレッスンしたいと思います。まず、すみませんとごめんなさい。この2つの違いがわかりますか？謝罪の強さは少しだけすみませんの方が強いですが、まあほとんど同じです。どちらもあまり親しくない人や目上の人に使います。ごめんなさいは主に謝罪の時のみ使いますが、すみませんは大きく分けて4つの状況で使えます。1、話しかける。2、人に何かを頼む。3、謝罪する。4、お礼を言う。例えば、すみません。はい、どうしました？すみませんが、病院までの行き方を教えていただけませんか？ああ、私も初めてこの町に来たんですよ。あ、すみません。でも、あそこに交番がありましたよ。本当ですか？すみません。ちょっと聞いてみます。はい、このように4つの使い方があります。では、今の会話のすみませんの中で、どの文がごめんなさいに置き換えられると思いますか？ちょばぴきるかんたらんさぷるうだて。こうしてみると、日本人は本当にすみませんが好きですね。ちなみにすみませんの少し砕けた言い方で、すいませんを使う日本人も多いですが、正しくはすみませんです。続いて、もっと丁寧な謝罪の言葉、申し訳ない。硬い表現で、割と大きなミスをした時などに使います。通常はですをつけて、申し訳ないですと言ったり、さらに丁寧に言うときは申し訳ありませんや申し訳ございませんと言ったりします。申し訳ありませんと申し訳ございませんは実は文法的には間違っていますが、日本ではこれがスタンダードに使われていますので使っても問題ありません。最後は軽い謝罪。親しい人や目下の人に使うときは以下のような言葉を使います。ごめんなさいを簡単にしたごめん、すみませんを簡単にしたすまん、もっと軽い謝罪で悪い。ちなみにこれらを2回繰り返してごめんごめんやすまんすまんのように言うとさらに軽く聞こえます。皆さん、おかじみたいにならないようにしっかりと謝罪の言葉を使い分けましょうね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。